皆さんこんにちは、ゆりなです。早速なんですけれども、私太りました。いやもう拍手じゃないのよね、本当に。あー、しんどい。しんどいです。ということでですね、ダイエットをしようと思いまして、こちらの動画を今回撮っております。まあ早速なんですけど、まあ今の体重と体のサイズ測っていこうと思います。で、体重は今朝測りました。体重はこちらです。あー、これはねやばいよ。50いくとね、私結構大泣きしちゃうレベルでやばいんですね、自分の中で。で、もう1年以上50代は行ってないんですが、久々に行っちゃいました。ここ4ヶ月ぐらいかな。で、まあ本当になぜか突然暴飲暴食のスイッチが入ってしまって、なんか年末年始はギリギリ耐えてたんですけど、なんかそっから突然バーンって暴食しちゃって、マックス52.5 近くまで行っちゃったんですね。で、私、まあ昨年12月末ぐらいの体重が 47. いくつ、まあ47の後半ぐらいだったんですよ。まあ自分の中で結構、まあそのぐらい、まあダイエット中ではあったけど、そのぐらいキープできてたら、まあいいかなっていうぐらいだったんですけど、まあそこから52キロまで増えるっていうね。48、49、50、51、52、5キロだよ。もうびっくりしちゃう。本当にちゃんとダイエットをしていこうと思います。じゃあまず体のサイズ測りますね。もうつべこべつべこべ言わずに、どんどこ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 体のサイズを測って、本当にもうじゃあまずウエストから測ります。荷物が届いています。はい。びっくりした。今さ、玄関のピンポン鳴ったかと思ってめちゃくちゃ焦った。ちなみに、1年前ぐらいに上げた体重体のサイズ公開の動画ではウエストは63センチでした。さて、そこからいくつ増えたんでしょうか。面白くないわ、本当。太りたくないんよ、私だって。太りたくて太ってるわけじゃないからね。見えんな。見えるかな。66.5 です。3.5 センチ。いや、3.5 センチもウエスト太るってすごいことだよ、本当に。まあ、食べたら確かにその分太るけど、そういうことじゃないじゃん。ちょっとちょっと、 66.5 ね。はい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 、はい、続いてヒップ。ヒップは1年前は88センチでした。さて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 ですよ、ほんと。あー、でもこれさ、ちょっと測り方が合ってるかどうかはちょっとわかんないんですが、とりあえず測りますね。89。待って、立って測ろう。絶対にこのピチピチのスパンツを履いてるわけですよ。少しでもね、短く見えるようにというか、ここで合ってんのかな。90です。2センチ増えてますね、88から。あー、やみそう。はい、次、太もも。1年前は47センチでした。太ももがですね、最近太ったっていう感じがものすごいあるんですね。私、骨格ストレートなので、基本的にお腹周りとかがすごく太りやすくて、足はまあめっちゃ太ったら太るって感じなんですよ。でも最近、あれ待って、隙間がないみたいな感じになってるわけですね。はーい。しんどい。ちょっと待って待って待って、衝撃的な。ちょっと待って、分かんない分かんない、見てみて。嘘でしょ。ちょっと待って、53なんだけど。待って、しんどいしんどい、めっちゃしんどいんだけど。待って、めっちゃしんどい。4050506センチも増えてる。まあまあまあ、これが現実よ。まあこれがリアルよ、ほんとこれがリアル。しんどいよー、ほんとにしんどい。まあいいや。まあそんな感じで、まあなぜね、私が今回ダイエットやりますって動画を出そうかと思ったかと言いますと、7月27、28にですね、カラーズっていうイベントにグルーミー3人で出演することになりました。ありがとうございます。まあ、こちらがですね、お洋服のブランドのシーンってあるじゃないですか。そちらのブランドのお洋服を着て、まあ、ランウェイを歩くっていうイベントなんですね。ランウェイですよ、ランウェイ。ランウェイって超絶スタイルいいモデルの方々とか、もうすごくね、人気がある方々が歩く場所なんですけど、今回私たち歩かせていただくことになりましたので、まあ本当にせっかく歩かせていただくのであれば、極限まで自分の体型を追い込んで努力をして、この2日間に挑もうと思いまして、ダイエットをすることにします。まあ目標なんですけれども、身長、私159センチなんですね。
で、ずっと目標にしてる体重が45から46なんですよ。で、まあ今50.6 で、7月まで残り2ヶ月ぐらいあるんですけど、46キロ目標に頑張りたいと思います。で、まあ、ウエストとかヒップとかっていうのは、もう明確な何センチっていう数字が難しいので、とりあえず1年前の自分を目標に頑張りたいと思います。46キロ達成したら、まあ、自分にご褒美あげようかなと思います。で、まあ、ご褒美あるだけじゃつまんないし、なんか罰もあったら面白いかなと思って、ダイエット仲間のお友達とですね、ダイエット対決をしようというお話になりました。で、いつもダイエットの時に一緒にウォーキングしてる近所に住む中学からのお友達、通称 M さんなんですけれども、まあ、M さんと一緒に7月までにお互いの目標体重に向かってダイエットを頑張ろうと。で、もしお互い2人とも目標体重達成できたら、7月に一緒に IB プレイスのパンケーキを食べに行こうねという約束をしました。もし1人しか達成できなかった場合は、1人がパンケーキを食べてる間、目の前でサラダを食べるというイベントを開催したいと思います。結構それはね、絶対に避けたいんですよ、自分的に。私 IB プレイスのパンケーキが大好きで、まあ、今でもというか、本当に毎日3食それを食べたいぐらいそのパンケーキが大好きなんですけど、まあ、そんなね、自分だけ目標達成できずに彼女だけパンケーキを美味しそうに食べてたら本当に辛いと思うので、私も2ヶ月間頑張っていきたいと思います。まあ、食事の記録だったりとか、運動の記録をこれから2ヶ月間残していこうと思いますので、応援をよろしくお願いします。慰めコメントもたくさん待ってます。ゆりなならできるよとか、見た目50キロもあるように見えないよとか、なんか嘘でもいいので、なんとなく私が元気になりそうな言葉をぜひよろしくお願いします。で、あと、まあ、結構夏までにダイエット頑張りたいっていう方もたくさんいらっしゃると思うので、一緒に頑張りたいという方もぜひたくさんコメントしてください。なんかそういうコメントがたくさんあると私自身も頑張れるので、一緒に頑張りましょう。で、インスタとかで結構食事をリアルタイムでストーリー載せてたりとかしてるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ということで、めちゃくちゃ恥ずかしいなこの動画、これ出すのちょっとしんどいんですけど、まあ、これを出す頃には 49. 点何キロ台になってると思うので、この動画を出す日にインスタでその日の体重でも公開しようかなって思っております。まあ、ということで、2ヶ月間ダイエット頑張ります。この動画がいいなと思ってくださった方は、グッドボタンとコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。ふーさん、一緒に頑張ろうね。あんただけが支えるんだから。では2ヶ月頑張ります。最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。